読売中高生新聞プレゼンツ実力レコメンリスナー事件簿よいしょ よいしょこの時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し鬼デスクののりさんと新人記者の私菅井優香が聞き込み取材をしていきますさあ紹介した事件はですね厳格な編集会議を経て読売中高精新部の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うんはい、えさらにネタを紹介,あの紹介された方にはねもろなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします、うん、じゃあゆかのせさん今日もメールよろしくお願いします。 のりさんゆかのすけさんこんばんは,こんばんは私は五軍の控えながらごく稀に女性とお食事に行かせていただく機会があるのですが、うん、いつもあることが原因でその場を楽しめずに失敗してしまいます、うん、これは自分にとって大きな事件ですへえ<ー>。へごく稀に女性とお食事に行くんだねいいじゃないですか語群の控えとしては失格ですけどね、うん、<laughs> とは思えないですよね, <laughs> ね<え>さあそれではラジオネームタタタのタータお話を聞かせてくれもしもし あ、もしもし。こんばんは。こんばんは、タータです。さあ、タータ今おいくつですか。僕今年で二十三になります。おじゃ、もう社会人の方ですか。はい。お、すごいね、やっぱり。え、何系のお仕事なんですか。えっと、あの、厨房機械系の。ええ、すごいね。え、じゃ、まあ、まあ、二十三歳のね、社会人の方だったら、まあ、女性と食事に行くことも、まあ、あるのかななんて思いながらも。 何,何でそんなにあることが原因でって言ってるけど楽しめないのそうですね、僕、の女性の方とお食事とかデートとかさせてもらったりするんですけど、うんうん、その恋愛対象として見れないと言いますか。うん、えー、女性をはい。えー、その別に好きだからご飯食べに行くわけじゃないんだ。 誘われていくっていう形なんですけど、うん、やっぱ僕今その好きな人がいまして、うん、いるんだね、うん、ああ別にいるってことかその人を抱ってほか、うん、の人をちょっと恋愛対象として見てなくてその人のことが好きなんでしょう。はい実際になんか告白とかしたのはちょっとできなくて本当に。 目の鼻みたいな存在の方。<ー>でも別にこれどうなんですか。友達としてそんな毎回ご飯イコール恋愛的な感じで、うん、女性だって思ってないでしょ。どうなんですか。えそうどうなんだろう。えどういう流れで食事行くの。うん結構そのお話とかしてて持ち上がって、うんうん、また今度ご飯とか一緒にどうですかっていう流れで。だからたたたのタータの方から誘うわけでしょ。 うん、まあ、基本的には向こうから、誘っていたら。ちょっと待って、<ー>お前モテるな、な、待て,待て、待っ <laughs> 俺、ご飯に、女性から誘われたことなんて、そうないよ。<laughs> ああ、そう、なんかモテるのか。お前モテるな、さって、自分でも、ちょっと。え?。<laughs> 何笑ってる？誰が笑って言って言っただってすごく女子からご飯食べ行こうって言われるってことでしょう。そうですよねあだから逆に言ったら女の子の方がちょっと好きなのかなっていう気持ち悪いから思わせぶりな態度でっていうに思われちゃうのかなそうなんですかねでも完璧にあなたと付き合う気ありませんよってたら相談があるんだけどって好きな女の子がいてっていう女の子ってどうなのって言われたら俺がもし逆の立場で すぐ諦めるよね。あ,あ、好きな子がいて,って、<ー>なんで俺にそんなの乗せられてるんだ、頭にくるけどね。<laughs> ええ、でも、その、どういう会話するんだろう。会話盛り上がるの楽しいの、その話してて。うん、楽しいは楽しいんですけど、やっぱりその、親子のこと考えちゃって。うん。その人に対して、集中できないって言いますか。なんかすげえ、まあ、もう一、一途も。すごいね。<笑><笑>あ、ちょっとじゃあ、うん、あの。 冷たくしちゃうみたいな感じなのかなうーんそうですねでもその冷たくするのもなんかやっぱりかわいそうって言ったらあれなんですけどなのかなと思っちゃって<ー>いやすごいねいちそんなにその人のこと好きなんだはいどういうとこが好きなのえ <laughs> ってん <laughs> えなんで笑ってんだよ <laughs> <laughs> あその人は 優しくて可愛くて綺麗な人なんですけどたまにちょっと抜けてるとこがあってまるで床之助さんみたいじゃないいやいや全然それは早く実らせたいねねえ。そうですね実ってくれたら同じ会社の人いや全然そんな全然違う人ですその人はなに大学の同期生とか でもなくて。はい。本当に。うん。たまたま。たまたまして。うん。と<当><ー>一目惚れに近い形で。あ、そんな頻繁に連絡できるわけじゃないんだ。はい、もう本当に全然会えないぐらいの関係。そんなに好きなんだね。えー、ゆかのすけさん、ちょっとそろそろ時間の都合もあるんですけどね。なんかこう、こ、うん、こういうタイプのアドバイスたちょっと初めてじゃない。初めて なんかかあります逆に言ったら逆逆ににどうしようどうすればいいですかこれは早くそれが実るように行動に移してまあねその人う目的が決まってるんであればでもそのお食事っていうのは全然楽しんじゃっていいと思いますそそれれはで意識しすぎないでその誘われたら全然行ってその食事自体を自然に楽しんじゃって食事ににももそのの女子罪はないわけですからうん いい気がするな本当にすごくいい答えを出しましたねいいと思いますよいいと思いますか合格かなじゃあ頑張れましょうですかうん金助さんのあれあれ欲しいかなわかりました金助さんじゃお願いいたしますじゃあ今までの相談いらなかったじゃないかとじゃあ金助さんお願いしますじゃあたたタのタータ声がみなるように頑張ったーターお 何笑ってんだろう。<laughs> 誰が笑ってるんですか。<laughs> <laughs> まあねこれで頑張ってみてくださいね。ありがとうございます。はい失礼します。頑張ってねー。いやーすごいねー。夫の弟の一徳さんにちょっと欲しい,やしい,いや本当にー。 ちょっと嫉妬しましたよい俺もそれだけ愛されたいっていう <laughs> 何ですか愛されてるじゃないですかこのコーナーではリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中受け付けメールアドレスはレコアットマークジオキュールドットネットです件面のところに事件簿と書いて送ってください電話番号の記載も忘れなく放送後には実際に読売中高生新聞で働く記者の方から電話取材を受けた後に、うん、厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うん、そしてネタを採用されました方には 番組オリジナル手帳をプレゼントいたしますたくさんのメールお待ちしておりますさらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください